か交流変わってない？前と。あ、そうですね。本当に原稿はないんだけど。舐めてんのかぐらいないんだけど、何持ってきてないっていう。はい。はい。ビコンシャスパラダイス。はい、皆さんこんばんは。ビコンシャスパラダイスのお時間です。なんとですね、先月は生放送をサボってしまいまして、2ヶ月ぶりの生放送となってしまいました。申し訳ございません。今月からはですね、実は2つ目のコーナーに、秋トータルビューティースクールの沖縄校の生徒さん、ペルママンのオーナーのまさみさんのコーナーが誕生したんですよね。はい、どんなお話が伺えるか楽しみなんですけれども、実は今回全く原稿を書いてないんですよね。怖い、怖いですね。どんだけサボってるんですかね。まあなんとかなるでしょう。はい、はい、お願いします。はい、はい、今日もですねレッスンでしたね。はい、はい、いかがだったでしょうか。お久しぶりのレッスンは今日も充実して先生から元気のパワーをもらいました。はい、はい、ほとんどランチもねミーティングしましょうって言ってむしゃむしゃ食べて終わったっていうですね、はい、感じでした。はい、はい、細かいお話はまた後ほどということで、はいはい、今日も何かプレゼントはいただけるんでしょうか。はい、あります。視聴者プレゼントも、はいはい、楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、東京と沖縄宜野湾市で、エステティックのスクールをしております秋トータルビューティースクール、私秋が、毎週月曜日にお届けしております。プレゼントの方はツイッターの方ですね、ビコン77、4287、こちらの方をフォローしていただき、あ、間違えちゃった、ビコン77 8425をフォローしていただきますとプレゼントがもらえます。はい、はい、それからですね、こちらの番組は、FM ギノワンさんのホームページからユーストリームでも配信させていただいておりますので、ぜひそちらの方も一緒にご覧ください。はい、ではコーナーに移る前に CM 行ってもいいですか。どうぞ。ママママッピマッピ、私の魔法の夏姫スマイルで、ハハハハッピハッピ、あなたに素敵な笑顔をあげましょう。
スしちゃったの。そんな日もあるわ。だけどね、そんな時こそただれ起きちゃダメダメダメ。クールなセピロとかこじゃれたネクタイがクタクタになって帰ってくる。そんなあなたが何よりも輝いてる。マッピマッピ、あなたのオリジナルのそのスタイルで、ハハハハッピーハッピー。自分を信じてさあ突き進もう。マママッピマッピ、私は八王子の松姫。マッピハハハ、八王子の街からあなたに笑顔届けましょう。あなたの街へ届けましょう。あなたの笑顔って最高。まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ヒルズ通りからこんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワン、きのワンワン、FM きのワン。秋トータルビューティースクール。まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。リンクリンクリンク。はい、こちらのコーナーはリンクつながるをテーマに毎回お届けさせていただいてるんですけれども、今回1曲目にですね、スマイルマジック松姫マッピーという曲を久しぶりにフルコーラスでかけさせていただいたんですけど、この曲知ってますか？わからなかったです。でも可愛い曲でした。はい、こちらですね、私の出身であります八王子市のですね、松姫マッピーちゃんという、はい、ゆるキャラがいるんですけれども、そちらのテーマソングになっております。あ、そうなんですね。はい、で、毎年8月にですね、八王子祭り、まあ、去年もですねお届けさせていただいたんですけれども、八王子祭りという大きいお祭りがあるんですね。で、今回ですね、すっごいローカルネタで申し訳ないですけど、はい、ギネスに挑戦ということで、民謡流しっていう民謡を踊るんですけども、はい、すごいたくさんの人数で、はい、民謡流しをするとギネスに挑戦をするらしいです。東京の八王子市はですね、はいはいはい、私は出ないんですけど、出てください、もったいないです。仲間が一生懸命頑張って今練習してますので、応援歌として今回はかけさせていただきました。なるほど、なるほど。テーマソングをですね、松姫マッピーちゃんのスマイルマジック、はい、松姫マッピーをお届けさせていただいて、リンクでつながったかなっていう感じですね。東京と沖縄はつながったかなっていう感じですね。つながりました、はい、ぜひ覚えて一緒に踊ってください、はい、これ踊り回るので。あ、そうなんですね。です。はい、何か沖縄では情報としてお祭りとかありますか？あ、来週ですか？あ、今週になるんですかね、はい、海洋博公園で花火がありますよね。おー、1万発ですかね。とっても綺麗です。ここから見えない？あ、全然見えないです。全然見えないですね。海洋公園やってる。見えるわけないだろうっていうね。目が良くても無理ですね。ちょっとね、視力がなんか 7.0 とかな、ちょっと無理ですね。ちょっと無理です。で、花火結構ありますよね。そこでも上がりますよね。そうですね、ありますね。8月に羽衣がありましたよね、多分。はい、一回も見たことないんですけどね。私が帰った次の日になんかイベントがあるんですよ。何でしたっけ、この間も映画祭とか あったんですか？ありましたよね。そういうのとか何かイベントがあるの、はい、あ
ある時にはいないっていうね、花火体験の次の日に帰るとかもったいないでそういう感じで一回も見たことないんですよね、ぜひ 来、うん、来年来年ですかちょっと悲しい感じですよねあとは何かこう有名なお祭りとかありますか。あ、やっぱりエーサーですよね。あ、そうですね、そうですよね、はい、私は今更何を言ってるんでしょうねなんで沖縄にいるんだみたいな頭に浮かばなかったね。宮古だとクイチャーなんですよ。エイサーがなくて、はい、それなんですか。ちょっと見えないんですけどこういう感じなんですよ。こういう感じで見えないんですけど、ちょっと見えてると思ってみたまあ、なるほどですね、はいはい、ちょっと違うってことですね。そうなんですよ、はいはい、踊りが違うだけなんですか。もうエイサー自体があの小学校の運動会でやるぐらいで、道順ねって分かりますか。なんかこう道路でこうお盆ぐらいにこうエイサーやってるんですけど、ああいうのも全然なくて、なのでかっこいいですね。あ、じゃあ宮古ではそういう活動がないんですか。暑いから同じぐらいの気温なんですけど、同じぐらい暑いと思うけどあ、でも放年祭とかありますね。あ、はいはい、その時になんかホラ貝吹いたりとか、はい、しているぐらいですね。もしかしたらもっとあるかもしれないですけど今聞いてる人がね、もっとあるよみたいな、あんた知らないんでしょみたいな、思い出せ るのこれぐらいです、まあ、後でまた思い出したら、はい、ネタを出していただくという感じですね、はいまあ、夏ですからね、はい、まあ、でも東京から那覇空港についても暑さ変わらないですけどね。34度ぐらいありましたので。あ、向こうですか。はい、ついても変わらないんですけどみたいな、あのモワンとした空気は全然変わらないです、ちょっと日本おかしくなってますね、ここどこっていう感じです。あ、そうなんですか、はい、むしろなんかエアコンがこっちの方がガンガン効いてて涼しいかなっていう。あ、そうですね、ガンガンかかりますもんねそんな感じです、はい、ではですね、真面目な話をさせていただきましょう、はいはいはい、今回のプレゼント先にお話しさせていただいた方がいいかな。お客様とリンクでつながってください、ね、はい、はい、今回体験していただいたお客様には、はい、岩盤浴体温めるコースを3名様にプレゼントしたいと思っております。はい、はい、まずどこで何をしてるのか自己紹介をしたいと思います。どこでよみたいな、ね、そうですね、秋トータルビューティースクールのレンタルサロンで、はい、ベルママンのオーナーをする伊波雅美です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、早速ですね、はい、今日のね午後4時からね午後4時からお客様ご予約いただけるようになったんですよね。あ、そうです、はいそうなんですよ、ね、4時からあのいただけるようになりましたので、ね、はいはい、ちょっとなんか持ってきていただいた、はい、資料なんかをユーストリームも配信されてますので、体験コースでこれ4日ぐらいかかったんですけどあ、こっちですか。こんな簡単なものを4日かかりました。はい、頑張ったんですよね、はい、もうシンプルなんですけどこれ、一押しはこの中だと一押しはもう私も大好きなこのボディのコースでスペシャルドレナージュなんですけど、はい、お客様の体に合わせて、はい、送信なのかリラクゼーションなのかちょっと変えるんですけど、時間でこうちょっと設定させていただいています、うんうん、足と背中がきついとか、はいはい、頭と、まあ、足っていないですかねもともと足いますよ。あ、私ちょっと秋先生でも一応しです、ね、そうですね、はい、あの毎月お願いしようかと、はい、冗談抜きで思っておりますので、はいはい、あの来月からね予約をよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、お願いします。あの TW ブログもしてるんですよね、はいはい、TW ブログで、ベルママンと検索していただければ、はいはい、探せるのでぜひご覧になってください、はい、生徒さんもね、ベルママンさん教えておきましたので、ちょっとブログが見たいっていう、あの生徒さんもいらっしゃったので、はい、まあ、どんどんですね、はい、私としてはレンタルサロンを利用してですね、うん、あの、はい、皆さん頑張ってあの夢の自分のサロンを持っていただきたいと思ってますので、はい、あのまさみオーナーに続いていただいたらなというふうに思っております、はいはい、
頑張っていきましょう。頑張ります。お願いします。はい、あのゆっくりいろいろ喋ってるとね、すぐ30分経っちゃいますので。早いですね。はい、そろそろ2つ目のコーナーにこのまま音楽挟まないで行かせていただきます。はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、今回からですね、まさみさんのコーナーにしちゃうかなっていうね、即席のさっきランチの時に決まった感じですね。はい、はい、まさみさんを中心にお話をいただこうかなって。ゆくゆくは先ほど FM ギノワンさんともお話したんですけど、私がいない間はこの番組受け持ってもらいたいなっていう希望的観測なので、はい、早く慣れていただきたいかなと。わかりました。いうふうに思います。はい、はい、でということで、LA4-セカンドルームの、お時間ということで、はい、はい、もう一度自己紹介をお願いいたします。はい、トータルビューティースクールのレンタルサロンでベルママのオーナーをさせていただく伊波まさみです。よろしくお願いします。はい、まさみオーナーさんですね。今回からですね、ちょっと打ち合わせでもねお話しした、はい、新しいお顔のなんかこういうメニューのネーミングをどうぞ、はい、かっこいい名前なんですけど自分で言ってるし小顔造形術というコースです。これはね、私も一回していただいて、はい、上でねちょっと直させていただいている最中なんですよね。はいはい、でこれは秋トータルビューティースクールの、生徒さん向けの新しいコースにも、はい、まさみさんが、インストラクターでスタートをさせようかなという企画ですよね。はい、はい、でその、造形の小顔のコースをサロンでも体験、お客様にも体験いただけるんですよね。はいはい、体験していただけます。はい、体験ですと2000円でご案内していますので、はいはい、ぜひ皆さんにも受けていただきたいです。お顔のこと、お金ももちろんそうなんですけど、そう一番大事なんですけどどんなコースっていうのを、はい、知りたいですね。お顔のコースって結構お顔から入るんですけど、この小顔造形術は頭の方から入っていくコースなんですね。頭の筋肉が硬いといくらこう顔をこうほぐしたりしてもやっぱリフトアップって難しいので、はい、しっかり頭の筋肉も柔らかくした後でお顔をこうリフトアップさせていくんですけど、これは生態学に基づいたこう表情筋のマッサージになっています。そうですね、はい、ちょっと痛気持ちいい感じのマッサージですよね。はいはい、なんていうんですか、体で言ったらこう筋膜を剥がしていくみたいなイメージですね。はいはいはい、でその後はもう首デコルテラインもどちらかというと優しいというよりも刺激的なマッサージですよね。そうですね、がっつり、はい、ほぐしていきます。はい、ちょっとね今ビフォーアフターが見られないのが残念なんで、あれブログにアップしてましたっけ。あ、先生の顔を今日アップします。私がですねモデルをさせていただいたのを左右でね、はい、全然違う、オールハンドですからね。はい、はい、まさみさんのマッサージはですねとても気持ちがいいです。お体もそうなんですけど、ぜひですね機械とかそういうのももちろんなんですけど、ハンドをね味わっていただきたいかなって思いますよね。はい、はいはい、そして今日無事見事に合格いたしましたビューティーリフレのコース、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございますこちらもちょっと沖縄では珍しいコースになってますよね。はい、こちらもぜひ夏なので PR の方どうぞ。はい、結構沖縄の方って靴下履いてっていうのはあまり機会ないと思うんですけど、裸足でこうベタベタ歩くことって多いと思うんですけど、このかかとが硬くなったりとかそういう角質をきれいにこう取ってあげて、その後にそれだけではなくて足の裏からふくらはぎまでしっかりがっつりほぐしていくコースなので、角質が気になるだけではなくて足が疲れている方にもぜひ受けていただきたいです。そうですね、はい、最初にバッフィングをしっかりとした上で、はい、まず最初は、足浴をしていただきますよね。はいはい、足浴をしていただいた後に、柔らかくなってますよね、はい、そこで、角質取りをして、その後にクリームじゃないんですよね、特殊のスクラブを使用して、はい、うん、クラブを使用して、はい、足の裏をきっちりこう細かく指の間まで、はい、角質を取っていきます。はいはい、でふくらはぎは専用のドレナージュのクリームを使用してと、はい、こちらもどちらかというとちょっと痛気持ち、まあ、お顔ほどじゃないけれど
いた気持ちいい感じですよね。そうですね、優しい感じではないですね。そうですよね、はいはい、スクラブのこうゴリゴリ感ってなんかこう面白い感覚ですよね。クリームとかオイルとかと違って、はい、ゴリゴリ感が気持ちがいいというか、はいはい、すごいスベスベになりますよね。先生の足スベスベでした。スベスベです、はい、私の足今すごい綺麗です両足、はい、両足すごく足裏が綺麗でも誰も 見せる時がないんですけど今です今です足裏ここで見せますかでもねこれからもうあのそこの足裏綺麗にしてこういうところまで入ってきますからね。そうですね、足の、はい、あの甲ですね、はい、でそしたらもうペディキュアとかもしっかりとつければ。そうですね、この日焼け、こうビーチサンダルの日焼けの跡とか、はい、嫌ですあれ。もうね、これ特に、はい、あのなんか沖縄住んでる人じゃないですか、分からないかもしれないですね。はい、こうなんていうんですか、なんかこう Y 字というか、そう島通り焼けっていうんですか。そうですそうです。ただあの島通り掘れるだけじゃない、自分の足も掘っちゃってる感じですよね。跡ついちゃってね。でここが綺麗にゴリゴリってなるとね、はい、しっかりここもケアしていきます。はい。はいですよね。そうするとすごく綺麗に角質が1枚剥げるという感じ、はい、つるりとつるりと、はい、でこちらのコースでお値段決まったんですか。どうしようかなって感じですか。はい、どうしようかと思っております。気になる方は、はい、ぜひブログにやだなつってみたいな感じでだんだんいやらしい感じになってきた。どうしようかな、教えようかな。1万円とかしないですよね。全然そんな感じではないです。そんなことあるんじゃないでしょうみたいな感じです、ね、はいはい。それからですね、さっきのまた話戻りました、お顔の、コース、小顔のコース、はい、何でしたっけお名前。小顔造形術です。はい、その造形術とプラスすると効果的ななんかポレーションのコースとかもあるんですよね。あ、そうですね、はい、エレクトロポレーションといって、今までのこの導入する機械って結構表面だけだったんですけど、この機械は、シミ、コラーゲン増量、ニキビ肌のこのお肌の悩みにダイレクトに芯までこうケアすることができます。はい、はい、でその小顔のコースと組み合わせるとなお効果的ですね。そうですね、はい、ね、流れた後に、はい、機械は出るので、はい、それはいくら？いくらいくらって私子供みたいなそれおいくら？おいくら？これはあの回数券でやっていこうかなと思っているんですけど、はい、この機械は5回券で1万5000円にしようと思っております。はい、はい、5回券ですね、はい、でも5回もすれば結構、これからは日焼けが、ね、そうですね、気になるので、はい、ちょっとホワイトニング、はい、おしみのコースとかで入れてかれたらいいですよね、はいはい、私実は持ち歩いてるんですよ、沖縄来る時には、はい、あのこの機械は持ち歩いてますね。へー。とあとはあの例のエビドンスポーテの、ニュートリエクラっていうホワイトニングのものは必ずシミ対策でインナーで飲むようには、うん、インナーブライトニングっていうことを飲むようにはしてます、はいはい、あのどうしても焼けてしまうので、うん、気にしてます、はい、一応はそれでも東京戻ると焼けたねって言われてしまうんですけど、全然白いですけどね。そんなことないみたいですよ、私も白いのかなと思ったらそんなことないみたいです、はい、やっぱりどうしても右手の方が焼けやすいですよね。そうですよね、はいはい、まあ、今日はどうもありがとうございました。あのバッテリーが上がってしまってねもうこれバッテリー焼けですよ。バッテリー上がっちゃってあの5分ぐらいであの5分ぐらいの間でねもう大変なことになりましたね。ですね。汗びしょ、あの先ほど着替えたんですけど、はい、ここのここお洋服のここのところが、はい、あれなんか模様がついてると思ったら芯吹いてました。どんだけ暑かったの。その後のねあのお隣の方との立ち話もありました、ね、はい、ありました、ありましたね、はい、もうなので結構ガンガンいい時間でしたからね。あ、確かにそうですね、日が高い時、はいはい、そうでしたそうでした。ましてあのうち海岸の前ですからね影全くゼロでしたね。なんであんな時に立ち話してるんだっていうね、熱中症になる。11時ぐらいでしたねなかなかかからない、はい、まあ、あの明日車屋さんが来てくれるっていうことでしたので祈ります。もうあっという間ですよ、もう終わりの時間に近づいてきてしまいました。はい、はい、ということで来月もまたよろしくお願いしますね。お願いします。あの、はい、なんかもベルママン連呼した方がいいですよ。ベルママンベルママンベルママン
10回言ったら何かに言っといた方がいいですよですね、はい、言ったもの勝ちなので、はい、はい、来月もレッスンが入っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、引き続きインストラクターの方も頑張っていただきたいと思います、はい、小顔に興味がある方とかはね、ぜひ、はい、小顔コース導入したいサロンさんとかもね、はい、お声かけていただけたらなというふうに思っております、はい、秋トータルビューティースクールでぜひ検索ください、はいはい、ではそろそろお時間になってしまいました。来月はまたサボらないで生放送頑張ります、はいしないとダメですね、はい、はい、プレゼントのキーワードはもうこれはベルママンベルママンで、ベルママン2回書かなきゃダメですよ、はい、ベルママンベルママンって2回書いて今回2回で、はい、前回1回だった、はい、ツイートしていただけたらと思います、はい、それではミコンシャスパラダイスまた来週よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では提供はミコンシャスオーナーアキとベルママンの伊波雅美です、はい、ありがとうございました。また来週。